花輪の歴史みたいなのは、うん、すごくその豊かさのヒントに満ちている、うん、ああありがたいです。こんにちは、小林アルです。今日はなんとロケです。ロケというかこう出張ですね。、はいはい、ここはですね、福島県は白河市の花輪さんのですね、はい、月読食堂に来てます。はい、わー、ありがとうございます。一昨日昨日とですね、イベントを一緒にですねやらせていただきまして、とてもいい時間を過ごした後のですね、ちょっと一本撮っとこうということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、チャンネルリニューアル後、これが初のコラボということでですね、うん、新鮮なんですけども、うん、はい、花輪さんのですね、ちょっと紹介させていただくと、社会派な発信をされているユーチューバーさんです。ユーチューバーと呼べばいいのか、とにかく活動家ですね。はい、世の中を変えていこうという思いでこう活動していらっしゃる方なんですけども、はいはい、付き合いはですね、うん、もう3年以上ですかね、うんうん、はい、遠巻きにですね、あ、この人マジで真剣にやってんなっていうのはですね、うん、こうやってることと一致してるなと言ってることが、うん、そういう方だなっていうふうに認識しておりまして、うん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 、こうやって仲良くさせていただくようになりましてですね、はい、本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。いやいや、そんな花輪さんなんですが、僕が発信しているバシャールの情報なんですけども、うん、その生き方って本来の自分にあるかどうかとか、その状態を大事にしていこうというような話なんですけども、うんうん、花輪さんはそれを字で言ってるなと思ってですね、今回のテーマにしたいのは、うん、豊かさの定義。バシャールが言うんですよ、うんうん、僕らってこう資本主義社会にいるもんですから、うん、豊かさだとか、うん、そのお金だとかね、そういった問題をクリアにしていくために、うんうん、宇宙の法則を生かせないかなみたいな話になった時にですね、うん、バシャールの回答は非常にシンプルで、うん、お金があるかどうかっていうのはとりあえず置いといて、うん、豊かさの定義イコール、うん、やる必要性がある時にやることができる能力以上なんですよ、うんうんうん、まさに字で言ってらっしゃるなと思うので、うん、その辺のですね、なぜ花輪さんはそんなうまいこといろんなことが整っていくのかというようなところを秘訣に迫っていきたいなと思うので、まずその活動のですね、うん、今までの経緯からお話しいただいてもいいですか。はい、こうなったきっかけはですね、12年前に震災の後ですね、こちらに戻ってきて町づくりがしたいと、っていうのは前に住んでた千葉県いすみ市で楽しかったんですね。移住促進とか情報発信とかイベント企画をやってたんですけど、福島でもしたいなと思ってですね、ブログを書いたり SNS を使ったりして発信を始めてました。そこでこうイベントに来てくださる方が仲間になってくれまして、そのイベントってなるべくこう自然な暮らしをしようっていうのがテーマなんですね。だから料理もなるべくビーガンとかマクロビとかそういったことに特化して、お話し会も例えばお医者さんでも自然派のお医者さんのお話し会をするとか、薬草を使ったオイルを作れる人を呼んだりとか、フラワーエッセンスをやってる方のセッション会をやったりとかっていう感じで12年やってました。会社にしたのは7年くらい前かな。それまで個人事業主って形やってたんですね。帰ってきてすぐだったと思うんですけど、ブログを書いてたらですね、花輪さんが紹介するその商品何ってこう問い合わせがあったんですよ、うん、なんか良さそうなんだけどどこで買えるのって来て、私が仕入れればいいんだって、うん、その時思って売り主さんに聞いて、そしたらじゃあいいよ、下ろしてあげるよって言われて、うん、それで販売始めたんですね。当時ネット販売ないんで、ブログでこう商品の説明を書いて、こちらにお振り込みくださいみたいな感じで売ってたら、売り上げがどんどん伸びてきて、うん、結構な税金が発生しましてですね、うんうん、これは会社にした方がいいと言われて会社にしたんですね。主力は物販で始まりまして、うん、そこからずっとビーガンだったりね、マクロビとかやってたもんですから、食のことやりたいなと思って、ずっとカフェが欲しいと思って、それを実現したのが去年こちらの物件見つけて、今年の5月に仮オープンで8月に正式オープンっていう形になってます。こんな感じで簡単な経歴でだいぶざっくりですけど、僕はこの劇的に花輪ワールドが広がってきたのを聞いてるので、主にはブログだとかその情報発信ですよね、うんうん、まずその冊子もね、僕はすごく感銘を受けたんですけども、うんうん、世の中を良くするためにとか、うんうん、菜食ってすごくいいんだよっていうこと、うんうんうん、ご自身がね体壊されて、うん、その気づいたことだとかをどんどんそこで発信していくと、うんうん、世の中を変えていこうっていう動機、その思いでしかいないみたいな方だなと思ったんですよ。ブログもそうだし、うんうん、この人がリーダーだよねっていうふうに周りが認知を敷いたと思うんですよね、うん、この人の言うことを素直に聞こうとか、うん、この人がいいって言ってるものを僕たちも取り入れようとか、うん、なんかそういうような形で広まっていったのかなと思って、うんうん、今にいたら全て整っていったみたいな、本当バシャール的だなと思ったんですよ、豊かさの声かったか。
実はこっちに戻ってきた時ってお金ほとんどなかったんですよ。多分ね2万円ぐらいしか残高なくて車でこう帰ってくる途中パンクしてガソリンスタンドに入っていったら修理代が6万円って言われたんですね。全部タイヤ取っ替えなきゃダメだよって言われて、でお財布見たら2万円しか入ってないで、あこれはどうしようと思った時に、お選別もらったんだと思って封筒を開けたらぴったり6万円入ってたんですよ。でそっから、あもしかして帰れってことだなって、必要な時に必要なお金ってあるんだなって本当その時実感したんですよ。そこから帰ってきて、まあ、何もなかったんですけど、親にねお願いして居候ですよね、実家に。その時はね家賃はかからなかったんですけど、何を仕事にしていいか当時分かんなかったんですけど、とにかくこうみんなに頼まれたことはやろうと思ったんですね、うん、だからボランティアでマルシェやったりとか、これ宣伝してって言われたことやったりとか、イベントを企画してあげたりとかってこうやっていくうちに、手数料とか取れるなとかね、これを仕入れたらそこで売り上げが出るなっていうのをだんだん実感してきて、ブログの書き方教えてって言われたのを教えると、じゃあ受講料払うねって言われて、お金になるんだなっていうのが分かってきて、でそれをなんか増やしていった感じです、うんうん、特にねこれをやりたいとかなかったんですよ。自分が何やっていいか分かんない状態で、ただ人がこう求めるものはやっていったら、あれこれお金になるんだ、あじゃあもうちょっと続けてみよう、あれこんなにもらえるんだの繰り返しだったかな、ずっと。もう自然ですね、やってることが。そうです ね。あとやっぱりね、知り合いから頼まれると断れないっていうのがあるんですよ、人間の差がとして。この人がこれ教えてって言うんだったら教えてあげようとか、うん、全く知らない人から来た話だったら多分無理ですってしてたと思うんですけど、なんとかさんにお世話になってるから私ができることならやってみようっていう気になったんで、イベント企画っていうのは大きかったですね、うん、イベントをやって実際来てくれた人とコミュニケーションしていくうちにお友達になって、いろんなものをもらったりあげたりするようになって、その人のお願いを聞いてあげようっていう、それだけですね、うん、商売の基本ですねみたいですね。いわゆるご縁ですよね。たまたま何かがちょっと得意だったみたいな人がね、うんうんうん、それをこうちょっとやったら喜ばれてみたいな、だんだんそれが発展していくみたいな感じですよね、はいはい、その通りです。で花井さんはすごいなと思うのは、うん、そんなことを発信して、うん、その思いだけじゃないですか、うん、それが時にバズって、うん、売り上げがトンと立って、うんうんうん、でそれで花井洋室スパッといけるみたいな、うんうんうん、そういう流れが本当に必要なところにちゃんと豊かさが回ってくる、このサイクルの中にいらっしゃるなと思って、かっこいいですよ、うん、ここはうちのオフィス ね、目と鼻の先なんですけど、ここ3年半空き家だったんですね。空いてるから使えないかなとか貸してくんないかなと思って、ずっとそれを言ってたら、母が聞いてみればいいじゃないとかって言って、ちょうど娘さんがね窓開けにたまに帰ってきたんで、どうすんですかって、うち手狭なんで貸してもらえませんかって言ったら、誰も住まないし世話が大変だから取り壊して更地にして売ろうと思うんだって言ってたんで、うん、そんなもったいないんでやめてくださいって言って買うことになっちゃったんですね。みんなでリノベーションして、うん、素敵な空間になって、はいはいはい、でも、ね、資金は足らなかったですここ、うん、急な話だったんで、一応建物代は払えたんですけど、リノベーション代が足りなくて、それを母に借りてましたけど、リノベの方に足りない分はみんなでやってくださいってなって、壁とかみんなで塗ろうとかね、ペンキもねみんなで塗ったりしてたんですけど、うん、できるとこは自分たちでみたいなことを言われて実際やりましたね。関わった人たちが愛着が湧きますね、うん、この場所にね。そうみたい。あの来てね、あここ私やったんだとかって、うん、なんか嬉しそうにしてるの見ると、こうみんなの思いも入ってね、みんなで作り上げたって感じがしてよかったなと、この辺りはそこそこ住宅地じゃないですか。駐車場問題ですよ。あそうなんですよね。ここ止められるとしても5台ぐらいなんですね、この横に、うん、だけどこれだけじゃカフェって無理じゃない、うん、どうしようかなと思ってたら、本当にすぐ近くにですね土地が空いてまして、ずっと気になってたんですよ、ここ駐車場で使えないかなと思って通るたびに言ってたんですよね、ここが私の駐車場になったらいいんだけどって一応不動産情報を見てチェックしてたんですけど、とても買えない、諦めてたところ、なんと私のファンの方が買ってくれて、いずれ移住するっていう前提で、どうせなら花林さん家の近くがいいので、うん、不動産屋でね見つけた情報で買いましたってご連絡いただいて、すぐには済まないので花林さんしばらく使ってくださいって言われて、ってなって、いいんですかって、
ありがたくじゃあ使わせてもらいますっていう形で草刈りとかねうちでやってはいるんですけど、うん、事実上賃料発生せずありがたく使わせていただいてます。バッシャールの本にレーダーで書かれるやつですよ、うん、本当ですかそういうレベルのね、その都合のいいこのね、うん、豊かさがちゃんと回ってくるみたいな状態ですよね。たくさんお金なんかいらなくて、やる必要性がある時に誰かがサポートしてくれてもいいし、たまたまそうやってね転がり込んできてもいいし、どんな形でも同じだよねっていうのをバシャルは言ってるので、まさにその必要なものは必要な時にちゃんと用意をされている、本当は用意をされてるようなんですよ。だけどそれに気づかない人がほとんどなだけで、そこにアクセスができるのが花里さんだなと思うんですよね。ああ、なるほど、常に今ここだとか自分のその感じる大義名分みたいなものに従った生き方をしていらっしゃるから、彼らもサポートしやすいだろうし、生き方としてその宇宙とつながっているというのはまさにこういう状態なんだなってことを感じます。花里の歴史みたいなのはすごくその豊かさのヒントに満ちている。よくねカフェやるにはどうしたらいいですかとかね、花里さんみたいな古民家カフェやりたいんですけどって聞かれるんですけど、私物件じゃないよって言うんですよ、何かができたら自分はこれができるって。例えばセラピストさんでもそうで、うちが狭いからセラピーやりたいけどできない、だから借りてどっかねサロン借りてやろうと思うとか言ってる方がいるんですけど、今から始めてくださいって言ってるんですよね、うちなんかも実はカフェやる前からオフィスの方でカフェやってたんですよ。なんちゃってカフェですけど、かなりオフィスのビーガン社長ご飯だったかな、ハッシュタグつけてインスタで発信して2年間とにかく毎日毎日ご飯作ってスタッフに食べさせて写真撮ってインスタにアップっていうのを続けてたんですね。みんながねそれを食べたいとかって言い出してうちに来てくれるんですよ、イベントの時。かなり社長のビーガンご飯食べたいですって言ってくれて、あいいよって言って作ってあげて、それが続いてて、でこの物件が手に入ったんですよね、目と鼻の先に。あらかじめそういう計画だったんですかっていう感じですねあそう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 、先にやっちゃえばいいのにっていつも思って、カフェやりたいんだけど物件を探してるんですっていう人は、じゃあお家で作ってみんなに食べさせてますかで、なければお友達の台所借りてランチ会やってますかって聞いちゃうんですよね。バシャルが言うんですよ、すでにそうであるかのように振る舞え。その通りです。その通りですよね、市場がすでにそれで構築されていって、みんなもそれをね、食べてハッシュタグつけて、で花里さんはそういう人間だと認識していってみたいなね、もうその情報で蔓延して、ここがオープンされる流れになってますね。あもうその通りですよ。であとは物件だけみたいな状態にしといて、ここみたいな感じですよ。で駐車場も使えみたいなこれがお手本だなというぐらい、僕あの花里さんが大好きなのは、やってることお伝えしてるその言ってることがやっぱり一致してると思うんですよね。例えば愛が大事だよね、燃やりが大事だといろんなこと言われるんだけど、でもビーガンの人って少ない。だから僕はビーガンっていう生き方をしている人たちをすごくリスペクトしているのは、生き方が自分の中でこう定まってるとかね、こんだけ他の人が言わないようなことも言いながらも、で僕らさんと言ってきましたけども、生活もねナチュラルなものを選択してとか、食生活もそうだし、いろんなものがきちっと整ってるという人って、いや本当に一致して隙がないというかね、こういう生き方が納得できるだなじゃないかなと思うんですよね、自分自身でも。そんな生き方をしているから地域でもこうすごくみんなに愛されて慕われてるんじゃないかなと思いました。 ありがとうございます、はい、そんな花里さんですが、今後のなんか展望とかってありますか？次はですね、リトリートセンターを作りたいっていうのがあって、この辺ね温泉が多いんですよ、けどビーガンを食べさせてくれるとかないんです、あの宿とかねゲストハウスとかペンションとか旅館とかホテルって。だからビーガンご飯が出る宿、リトリートセンターとか温泉が出る場所が欲しいなって思ってるんで、例えばねなんか温泉付き旅館がリニューアルしたいんだとかね、ビーガンご飯出したいんだっていう人がいたら、ぜひ私に連絡ください一緒にやりましょう。花里さんのこの想像の世界が始まりますね、花里さんがいらしたらきっとそうなるんですね、その予定です、僕らもそれにこう参画できることがね、この時代の良さだなと思いました。いろんな形で応援できるじゃないですか、例えばこう花里さんの動画をね、上がったらこうコメント僕もしますので、そうやってなんかお互いがね素敵な社会を築いていくことが共にできたらいいですね。
ということで今日はですね、豊かさの法則を字で言っている花西さんをお迎えしてですね、バシャールの生き方、これこの人実践してんなというようなところをですね、参考になればいいなと思ってお届けしました。はい、このチャンネルはですね、宇宙の法則を生かしてワクワクな人生を創造していこうということを目的としたチャンネルです。一人一人がですね、今この瞬間にいることによっていずれ起こるであろうオープンコンタクトという時期をですね、早めていけるんじゃないかという思いでこれからも発信していきますので、今後ともよかったら応援をよろしくお願いします。いいね、コメントもとても励みになりますのでよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。友達が100万円を空中から出したって話もあるんですよ。何ですかそれ。公民館カフェやってる方で10年来の前をされる方なんですけど、そこにね、悪徳業者が入っちゃってですね、いろいろされちゃったんですよ。いろんなこと、もうやめてくださいって、もう結構ですってなって、その時まあ請求書が来たと、それが97万円って言ったかな、この人たち何にもしてないのに請求書出すんかいと。それでも払わなきゃならないじゃないですか。どうしようと思いながら、なんか神棚を掃除してたんですって。よく掃除してる場所らしいんですよ。だから何かあったら気づく、困ったなと思いながら掃除してたら茶封筒がバサッと落ちたと。えーと思って数えたと。100万5000円が入った茶封筒が落ちてきたんですって。家族に聞いても、そんなとこにお金を入れてた覚えはない。彼女も毎日のように掃除してるから、そんなのがあったらもうとっくに見つけてるはずだと。だけどもう落ちてきたと。しょうがない、これで払おうということで払ったそうなんです。本当にそんなことあるんだと思って、私が思うには、おそらくもしかしたら前のね、家主がいい角度でへそくりを隠してたかもしれない。隠したまま忘れてて、でたまたまその時ね、ずれてさ、バサッと落ちたかもしれない。もしかしたらこの古民家に移り住んでね、本当にお前やる気があるのかと、ここを何とかしようという思いがあるのかと、悪徳リノベの人たちも入り込んだけど、それでも頑張るというのだったら、分かった、支払えるようにしてあげるぞと空中からね、出現したのかもしれないって解釈はしました。その話を聞いてね、あ、大丈夫だって、うちも私がこれだけね必要としてるんだったら絶対出てくると思って、オフィスはノーローンで作っちゃったんですね。最初まあ1500万はあったから契約はできるなと思って契約しちゃったんですね。で、 あと残りは銀行さんで借りればいいやと思って行ったんですよ、銀行に。そしたら貸せませんって言われて、なんでかっていうと実績がないから、借金もできない、あ、お金ない、どうしよう、でも契約しちゃったっていう状態で動いてですね、そしたら来たのがなんか真実系ブームですよ。コロナのおかげで、おかしいおかしいっての検索始まって、私のブログを見たり YouTube 見てくれたりした人がガーって買ってくださって、あとお話し会で読んでくださってっていう現象が始まって、その時もだからオンラインでお話し会やってもね、50人ぐらい集まったり、一晩で100人ぐらい集まったりっていう現象が起きて、売り上げがバーって伸びて支払えたんですよね。私暇な時にやってたことがやっぱりブログだったり SNS だったんで、発信のおかげですね、自分はこういう生き方なんだっていう、こういう考え方なんだっていうことを伝えていくことですね、そうですね。やることないとかね、好きなこと分かんないっていう人は、とにかく発信だけはやってたらっていつも言う、こういうことをやってます、好きですとかね、こういうとこ行きましたとかって何でもいいから、とにかく何か発信はしといて、実際ね、何かそれをお仕事にしたいって段階になったら、やっとこうお客さんが来ることで十分だなって思いました。はい、ありがとうございます。